どうもわさびつぶの時間でございます。第16回目正解ね、16回目、前回15回目をですね出張わさびつぶということで金沢の方でですね行いました。マルハン小松店さんですね。まあなかなか苦戦しましたけど、まあ見ていただいてない方は、ぜひ見ていただきたいんですが、まあ、ちょっと新しい形のねルーレットだったんで、まあちょっと戸惑うところもあったんですけど、また今回はグリーンピース西口店さんなんで、通常の機種選びのルーレットになってますよね。一個だけシード機種がありまして、シード、あーまあいいんじゃない思い出したよ。あーそうですか。でも僕にここの西口店さんのあれ打ったことありますよ。多分一回どっか行って、あーそうなんだ、でまた凱旋帰国してきたんじゃないですか、ね、いやいやいや、なんで戻ってきてんの中国から見に行きましょう。もう今日の機種は、はい、カンフーレディテトラです。はい、2階、おタバコフロアでございます。埋まっててほしいんですけど音すら聞こえないっすよ。このフロア誰もいなくないっすか。山坂、あ、打ちやすい角台じゃないっすか。開いてましたよ。でまだリノの方がいいわ。いやなんか数回しか打ったことないっすよ。先行モードと心眼モードでチャンス目、あれあれあれ、あ、こうか。心眼モードと先行モードでチャンス目が出たとき教えてもらえるかどうかだよね。確かそうだった気がします。うん、ほとんど心眼でしかやったことないです。チャンス目ってさ、確か中押しでさ全部フォローできるんだよね。これかチーパーをのか、どここれ、胴体、胴体、顔、チェリーかな。チーパオの顔を、うん、あ、顔か、全然違うね。顔中段にビタ押しみたいです。これ超めんどいんだけど。チェリー出たよ、何もしないで。あ、それがチェリー目みたいです。あ、これがひょうたんチェリー、チャンスチェリー、扇チェリーのどれかみたいですね。うん、あ、ミスった。そんな時の出目は書いてない。これで、一応ビッグもあるけど、多分これこれでしょ。体、顔、スイカじゃない。あ、チェリーだ。チェリーも何種類かあったら分かんねえな。どのチェリーだ。これ2個あるから押した。あ、取れた取れた、ほら取れた取れた。2個あるからここでいいやと思って。バー揃わないかな。揃わなかった、ダメでしたね。まあ、あの1枚が一応その重複のチャンス役ですよね。一枚役はまあまあ出現率があるからやった方がいいんじゃないかってことだよね。うん、だってこれ左から後ろわかるけどチャンス目結構出るもんで、全然当たんないんですよ。そういうイメージ。これリプレイオアボーナスだった気がする。あ、違った、嘘つきだ。あ、違うか。で、ど真ん中にチェリーが出るとなんかチャンス目だったりとか、なんかいろいろとチャンス目の形を覚えてたんだけど、当時はこれがもう一個滑るとチャンス目とかいろいろあったんだけどな、忘れちゃったな。うん、一応これエース、エースありのチャンス目ももちろんあるんで、こっからどういうのがチャンス目だったっけな。あら、明らかにチャンス目だよね。ちょっととりあえず楽しんで押してるよ。ほん、お、スイカかチャンス目だと思う。違う、お、お、チャンス目じゃない、ほら、お、お、2連続チャンス目じゃないから外れか。あ、チェリー下段に押すとここまで滑ってくるわ。毎回同じ形になる。バー枠内ぐらいだと来ないけど、とにかくね、ど真ん中にチェリーがいればチャンス目なんですよこれ。
このなんか俺4号機のチーパンも打ってましたけど、おあ、テケテケ来たよ。お、子役以上目じゃないこれ。あるのね、あったね、そういえばね。最終停止まで続けばテレ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 デーンって言ってボーナスですよね。そうそう、4号機の頃もさ、あのこれよく打ってましたけど、4号機の時、4号機の時のは面白かったんだけどね。今のチャンス目かも、だから動いたのかも。お、滑った。お、当たったんじゃない。いや、またチャンス目の可能性も。いや、これはチャンス目なのかな。目押し見捨てただけだな、そう、4号機の頃の打ってたんだけど、もっとあのテケテケとか当たったイメージなんですけどね、もうちょっと。うわー、すげえ滑った。これは絶対スイカ以上だ。チャンス目だ。おー、明らかチャンス目っぽい形。ほれ、当たったじゃん。うん、112ゲーム5000円だね。で、なんかフラグサッチもあったんだよな。バーを下段にビタ押したっけな。これでレギュラーか。はい、レギュラーですね。設定差あり。どうやって打つの。とりあえずビタしてみたよ。音がな、あ、今ので合ってたんじゃない。14枚だったもん、チーパーをベルベルが。で、92だから、あれ違う。レギュラー中は左リール青7狙いで消化しようって。そうですね、だから1枚減っちゃったわ。で、レギュラー後はないんだよね、テケテケが。テケテケ RT がないんですよ。さあ、今チャンス目から当たりましたね。チャンス目の次にチャンス目出たら、もうそれはほぼほぼ信用していいぐらいなんですかね。そうなのかもしれないね。あ、チャンス目、今度はダメそうですね。うん、あんな感じですぐチャンス目出るんですよね、この台。テケテケだ。あ、滑っちゃった。これ一コマ滑るとスイカがあった気がするんだよな。ほらほら、うん、少しずつ思い出してきた。本当にね、この台初めて打ったのが、なんか新しい台出たけど面白いのかどうか分かんないけど、とりあえずなんか出張行かなきゃいけないんだけど、その前に少しだけ打たなきゃいけなくなって、あのデータ取りじゃないけどね、確かめるために。それで、どこだったかな、平和島かなんかで打ったんですよ。で、その後飛行機乗るみたいな。で、急いで打ってて、その時にもう書き出しながらいろんなチャンス名をいろんな場所からのやつを調べて打った記憶が1回あるのと、あとはまともに設定を狙って打ったこと一度もないかな。あったかなっていうくらいしか打ったことないんですよね。でも新しい山園大が出たし、チーポーだし、昔よく打ってたし、面白いかもしれないからっつって、そういう風に打ったんだけど、これはいるんじゃないかな。で、パンダ師匠なんで熱いですよね、多分いますよ。あ、またレギュラーか。はい、レギュラー2連で、あのチーパーの体は出る数によってチャンス目かそれ以上リーチ目的なに近づいていく感じなんで、全部出てればまあもうな、ね、体揃ってますよぐらいだけど、2匹じゃない、2人出るともうほとんど当たりだったよね、イメージが。だ、今のはチャンス目として出たのかリーチ目として出たのか分かんないけど、多分ほぼリーチ目なのかな。だ、一万役成立時にあれが出るのかどうかは知らないですけどね、リーチ目がね。あ、また出た。あ、逆回転した。逆回転した。うん、え、当たったよ。
お、ビッグだ。おこれでチーパーをビッグですよ確か。1枚掛けも3枚掛けと同じラインなんだ。やっぱ右レールの目押し見捨てたんですね。7ビッグだ。よし、あっさり当たりましたね。これ押し順ナビなんですけど従うんだっけ、従わなくてもいいんだっけな。ビッグ中はですね、演出なしの時は全リール適当で OK で、パンダ師匠が出た時ですね、はい、逆押しで左リールに、3連チーパーを狙いなんで、あなるほど、これか、はい、それですね。14枚でもあとはいいってことね。あとはもう適当、左からやってで必ず右中左で逆押しでパンダ師匠出た時はやってくれと。ああなるほど、とりあえずあっさり当たってよかったな。いやーすごい、うん、5000円のまんまですね。いやーカンフーレディシリーズは初代から結構ずっと好きなの多かったんですけどね。カンフーレッツ伝2万枚出るやつ、あと萌え缶か、萌えよカンフーレディ、すげえ6で割り低くてしょっちゅう6だったやつ。さあでこのアルティ中の外れとかもなんか設定さった気するんだけど、すげえカウントがめんどくさいんだよねこの形だから。さあ全然増えませんなこのアルティで。これで試練、ここが試練中は、はい、ビカビカって光ったら、はい、もう適当打ち、はい、で下段になっちゃって下段受けになっちゃったら終わり、ね、うん、で、上段受けになったら右リールにチーパーを狙い、うん、チーパーを狙いですよね。左中で1回止めた方がいいってことですね。そうですね。あこれで続いたんじゃないの、あと続いたやつ、あ1ゲームで完結で少な、次7ゲームになります。7ゲームってこんな短かったから、俺もっともうちょ予想でもうちょっと長いかと思ってた。10ゲームぐらいだったっけなと思ってたけど7 で、まあ、これ終わったらまた試練に行くんですけど、うん、このループが一応 66% らしいですね。あなるほどね。さあおやばい、これピンチオンなんですよ確か。ああ終わったね、これが揃えばセーフ。はい、合計22ゲームの RT をいただきましたという感じです。まあなんかさっきからチャンス目が3連チーパーがまただよ、回るよね。絶対次のゲーム回るイメージだったんですよこれ。絶対にチャンス引くと次のゲームで回るんですよ。だからそれがなんかで結局その回り方だけで当たってるか当たってないかみたいになるから、なんかあんま面白くなかったイメージなんですよね。いやなんかアイデアはいい台なんですけどね、あの演出バランスが悪いんですよね多分。おパンダだ、うわすげえ滑った、あお外れた。さあチャンス目ですよ7、ここにいますけどね。おセーフ、お熱いじゃん、お師匠いいか、ここ外れか、外れ、えミスってんのか、どっちだ、いいんだよねここは外れだね。だからあれだ、俺バー上段に押すって思ったんだ、バーが上段にいつもいるからだそれ一応チェリーもあるみたい。ああめんどい、チェリーあんま出ないっすね。これもさ、あ、ハズレオーボーナス、ハズレでオーボーナスだね、出目も。なるほど。これでもさ、チャンス目が前のゲームで出てなくて、いきなりこんなこと言われても熱くないよね。ってならない？いや、そうなりますよね。あ、まあでもそれでチャンス目成立ゲームでこれが出て、子役が外れたから当たりでしょっていうことがあるのかな？
チャンス目出てよ、チャンス目。疲れちゃうよ、おじさん。おじさん、だいぶ疲れちゃう。どんどん目押しの精度が下がってくよ。そうだし、こんなね、マイゲームやってたら、まあまあミスってそうじゃん、これね。実際どうなんですか、チーパーを打ってくれっていう声が多かった的なのあるんですか。一応、初めの頃はありましたね。初めの頃は。はい、カンフーレディテトラを見たいっていう方。あー、なるほど。うん。止まりました、ビタ止まり、顔が止まった場合はですね、左ディールに、3連チーパーを、うん、そうですね、3連チーパーの、右チェリーか、取れましたね。でもこれビッグと重複してるからとかないかね。重複してなかったらこっちでテンパるとかね。ないない。はあ、頑張って取ったのに。でもちゃんとビタ押せてたね。さっき失敗してた時は全身出てたもんね。うん、さ あれが失敗で、今のが成功1枚。どっちも当たんねえけど。あ、来た来た来た、1枚ですね、これ。これで1枚取れてるらしいよ。あ、これだ、うん、あれチェリーかな。チェリーだったね。チェリーでしたね。チェリーをたまたまこぼしました。てか何も言わないんですね。うん、ああいうリーチ目あんのかなと思っちゃったよ。スイカこぼしたときどこで止まるのか見てみたいな、中リールね。あ、熱い、外れ、外れ、いや、わかんない、こっから当たりがあるのかもしれないじゃん。やっぱあの文字は熱いイメージだったんだけどな。これが簡単に外れるようになったっていうのが感想か。その感想までいろいろ思い出したよな。前のチーパーを打ってた時は絶対整列ゲームで気づいてないから、あれがよく当たったのと思うんですよ、僕。だってあのさ、3連チーパーがある配列の台でさ、リーチ目が単純だとも思えないわけですよ。だから結構ヤマサ的なマニアックなね、リーチ目が結構あって、それに整列ゲーム気づかなかったからだろうと僕はあの昔のやつを過大評価してますんで。あれビタ難しかったよね。なんか超ビタじゃないと止まんないみたいなビタだったなと思って、3連、4号機の時で。だから本当惜しいだよな。多分ね、俺コングダム経験値ないんですけど、コングダムとかもきっとすごい惜しいんすよ、きっと。飲まれたな。しかもこれ中押ししてると、まあまあ全然面白くない感じでの打ったまんま飲まれましたね。まださ、まだ左からしてれば、あ、チャンス目だっていきなりなるじゃない。じゃあそのなんか、まあこれ分かる人にしか分かんないというか、昔から打ってる人しか分かんないと思うけど、こいつの一個いいところ、僕にとってね、はチャンス目出た瞬間があれみたいなんですよ。あの4号機のスト2打ってる時みたいなんですよ。うん、あ、チャンス目だって何にも S 出ないで出るから。でまあね、そこからチャンス目が、連続で出たりしないと、まあ、あっちはストッキーだからね、そういう暑さはあったけど、そうじゃないにしても、あのふっと本当に何も言われないのに急にチャンス目出るって意外と嫌いじゃなくてさ、まあ、これ今チャンス目ですけど、やっぱこっちでテンパる。テンパイはしなかった今、うん、あ、それでもそれ、んバーの上と7の上どっちでもいいんですね。あ、間違えちゃった、間違えたけど、どれです、サミの台みたいなチェチェナだと思っちゃった、うん、遅いよ。ああ、もう一回、もう一丁でスイカでしたねえ。
バウンドした、バウンドストップした。当たれ、おー当たった、バウンドあったね。ちょっと一応中押してみるね。あ、こうなるんだ、これが外れるんだ。いやスイカ引いただけ。あ、外れて同型ですね。でもバーが揃ったりしないから、しないっすよ、外れと全く同じ形ですよ。しかも化けですよ。いやー、ただ本当に1枚を取るだけの手順ってことは分かりましたね。とりあえずね、チーパーをビッグを引きたいんですよ僕は。変な体だけ変な振り揃えたいんですよ、こことかでね。ああ、これがチャンス目ですね。はい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 。目押しミスが確定しました。だいぶ光るね。もういいや。やっぱチャンス目は光らない方がいいですね。あ、チャンス目かなって思うぐらいがよくない？あんだけ、ね、あんだけちょっと主張されるんだったら、うん、もうちょっと熱くないと、うん、さあもういいかな。結局チーパーおぞろいを諦める。いやだって次ビッグ引いても7かもしれないって思うとなんかもうキリがねえよって思っちゃうよね。気が遠くなりますな。まあ、あのなんて説明したらいいのかわからないつまらなさですよねこの台。そう、説明するのが難しいつまんなさなんですよ。いやー本当にそう。っていうかあの一つもなんかドキドキしないんですよこの台で。あの強いエースが出てたら熱いんですけど、外れたらムカつくだけなんだよねパンダ師匠とか。うわもうダメくせ。これでさっき3連出たもんね。出ましたね。だってその演出も1万役が出なかったら終わりですよね。でも外れはボーナスだから1万役も出せないでしょ。外れじゃねえじゃんって言われちゃうじゃん。あ、ってことは直撃？そう、絶対単独状態しか出ないんじゃない。だってそうじゃなきゃ1枚取れてさ、外れじゃないんだから当たりでしょって言われた時みんな怒るじゃん。偶然1枚取れてもさ、うん、だから多分本当に外れかボーナスだけだと思うんだよな。あ、まあ単独の確率はどのぐらいあるかですけどね。言ってたら出たけど。ビタ止まった。ああもうダメだ、こんな絶対ダメでしょ、こんな絶対スイカテンパるでしょ当たるとき。安いのよ。あとせっかくテトラなんだから肉まんと2つ出るとかさ、そういうのもあってもいいのにね。だからね、俺ねノーマルって言ってすごく不思議なことが一つあって、リール制御面は4号機の方が優秀に作れるのはなんとなくわかるんでまだいいんですけど、スイカでしょってなるよねこんなのね。わかるんですけど、演出面でさ昔より劣るってさおかしくない？そのね、演出の派手さとかはもちろん勝るのはわかるんですけど、そうじゃなくてバランス面だって昔のやつをいくらでもこう反省できるわけじゃないですかね。でその当時の開発者と違うからみたいな話とかきっと出ると思うんですけど、そんなのさ打ってる方からしたらどうでもいいわけですよ。知ったことじゃないでしょ。だからさやっぱりつまんなくなったらダメなんだよね。でもどうせスイカじゃないですか、ほらこういうのよ。なんで演出バランスがさ昔のより悪くなるんだろうって、別にあのこの台に限った話じゃないですよ、全然全部なんですけど不思議なんだよね。こんなリプレイならリプレイだし、あのひょうたんならひょうたんだけのさナビをするこういうナビに何の意味があるんだろうって。さあ当たることもあるんですよって言うかもしれないよ、もちろん
きっとあるんだろうけど、え、3日に1回ですかみたいな感じじゃない。チャンス目出ねえな。リール止める前に外れましたって言われてるもんだからね、あれね。うん、スイカで今のもそうなんですけど、あの形が外れてチャンス目になれって思うじゃない。あれ外れてもチャンス目じゃなくてリーチ目なんですよ多分ね。だからもうあの試合で当たんないってことですよ、要は多分そうでしょう。ただまあ単独ボーナスはきっとあると思うけど、でもめちゃめちゃ薄いと思うんですよ多分この時点でさね。全部単独だったらこの台が1万役じゃなくて、だったらこの演出意味あるんですよ両方。だけど1万役はボーナスだから、基本的に1万役で重複するボーナスがメインだから、この演出もこの演出も両方殺されるんですよね。そうじゃない。例えばバーでバー上段とか足上段とかさ、でひょうたん外れたら当たるんだなっていう出目があったと、あ1枚消したがあったとしても、それが全然外れる気もしないわけじゃないですか。外れるわけがない。やっぱそれはな、違うよな。1枚役はいいけど、やっぱり重複させにいく1枚役は本当に使い方が難しいよな。後ろのニューパルスは面白いのに。これはシャカシャカの方ですか、デラックス。あ、両方。あ、なにこれ、今フリーズしました。え、第一停止で3連がビーンって止まって、またどっか行っちゃいました。ほらね、右段スイカだったでしょ、チャンス目時。いや、チャンス目です。これ渡るんじゃないの。当たってないっす。え、煽りもしないの。うん、なん。いや、ほんとだから、いやもうなんだろう、これ以上言ったらもうほんとガチで怒られるんじゃないかと思うけど、ちょっといくらなんでも下手すぎないですかこの台。本当にありえないレベルですよ。なのにこんな見た目いいんすよ。で、あのもちろん作ってる人たちってこれバラバラじゃないですかね、中のプログラム作る人と。あ、俺のことを阻止しようとしてるね、うん、まあ当たんないけど、当たるかもしんないじゃん、たまには。どっちの一枚役狙おうかな。一枚役じゃないんだと思うんだけど、もうダメだろこれ。リプレイがこうなるの外れ目定番じゃないですかほら。なんでもう忘れてるのがあったね、この間の。ちょっとあれ狂っちゃったけど、この間のグリーンピースで座れなかったことを。あ、そうそう、だからさ、側を作ってる人と中を作ってる人は違うじゃない。だから側作った人結構頑張ったのに、なんか中作った人が台無しにしてないと思わない。これ本当見た目結構好きですよ、このあの子役のね、払い出し全部乗ってるのとかも好きじゃないけど、でもそういうのはまあしょうがないじゃないですか。でもこういうところになんか説明書きあったりするのも意外と好きだし、昔のここのね、あれみたいでいいよね、うん、全部適当値。あ、2回連続で出たよ、やばくない。いやー、ないわ。まあ当たってないからね、当たってないからあんまりブーブー言うのもあれなんですけど、面白い、あの逆にあの全然あのけなす意味じゃなくて、面白いと思う人がどんなところがすごくいいんだっていうのをすげーコメントで欲しいですね、マジで。あのそれがそんなんちげえよなんて言わないから、全然そんな風に思わない。だから好きな人がどういうところが面白いっていうのを知りたいです。でそれを飲み込んで納得したいです僕は。そのぐらいちょっとこの台はまあまあ来てますよ。以上、現場からお届けしました。はい、はあ、では行きます。1個目4、3、
はい、わさび2シャープ17回目でございます。先輩、シャープ16のエンディング、そうなの？いや今ね、もうシャープ17、はい、頭切り替えて、この今回のカンフーのことはもう全部忘れようで思った、ね、今切り替えしたところなのに今またあれを蒸し返すっていうのはあんま良くない。いやもう言いたいこと全部出したよね。もう今ここで何か言っても同じことになっちゃうなというような気がします。で、まああのテケタケとあのなんだっけ、チーパーがこう浮き出てくる演出あるでしょ。この演出が特にあの台をダメにしてるなって思うんですよね。あの演出で一回も当たってないじゃないですか今日。あの演出は基本的に一枚浴っていうのの重複に対して持たせていい演出ではないと。で、もちろん他の、まあ、例えばじゃあアクロスの台みたいに単独ボーナスが、まあ、ぼちぼちは出なくはないからレギュラー多いけどみたいなね、そういう形のバランスであればあの演出の意味も成り立ってくるんだけど、あれあのまま行くと、あんまり僕も経験値がないんでね、全部が全部そうとは限りませんけど、あのまま行くと一枚役出た次元に出た時しか当たらないみたいな、そういう雰囲気になりますよね、うん。でまあ細かい話ね、もう今更ズルズルしてもしょうがないんですけど、とにかく演出バランスが悪すぎて、リールのそのチャンス面の出し方とかリーチ面の出し方とか、そういったところはそんなに悪くないし、もちろん側も全部いいし曲もいいんだけど、あとはそのビクチュのそのね、いろいろあるアイデアとかそういうのも全部いいんだけど、演出バランスだけが極悪で、めっちゃもったいない台だなと。まあこの流れで一回コングダム、あの酷評されてるコングダムも打ってみたいなと、チーパーをですね久しぶりに打って改めて思いました。まあ、次回はまたルーレットチャンスちゃんとやってきますんで、なんとか両台をね引き当てて、なんて言えばいいのかな、この心の傷を5分後にはもう癒したいと思いますんで、2本撮りですから、はい、なのでまた次回にご期待ください。今回はチーパーが大好きな方には、非常に不愉快な動画になったかと思いますが、申し訳ありませんでした。また次回お会いしましょう。さよなら。